まず、はい、はい、立ってまいりました。本日もまた、いつもか、何ヶ月ぶり？何ヶ月ぶりかね。四ヶ月とかかな。多分4ヶ月ぐらい。ぶりか。店員さん覚えてた。ね。で、また本日も栄陶器店さんに行って食器を買ってきました。はい。はい、今日はもう大量にね。そうね、前の何倍よ。前の2倍ぐらい買ったかもしれない。うん、絶対買ってる、ね。なんかあんたもちょっとリミッター外れてたもんね。うん。もう今回は絶対買うっても決めて行ったんで、もう何を買ったかもう覚えてません。意味がわからん。計画性なしか。はい。で、まず1個目からね、ちょっと開けてみようか。あの、店員さん2人とも雰囲気好きよ。そう、いい人だね。そう、なんかあの、旦那さんちょっと怖そうに見えるけど。あ、そう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 。優しいよ。うん、全然優しい。まずこちら。マー君が選びました。食器とは全く関係のがない。そう、前行った時にそう、気になっとったよね。そう、あのシール好きだから、ステッカー好きなの。ねえ、栄陶器店さんのこのロゴのステッカーか、うん、かわいいよね、これ。触らんの？あ、触る。なのでこちら、マー君の緑と僕の青色のもので買ったよね。うん、はい。で、次がですね、これ食器じゃないけど、味噌汁とかね。味噌汁のとかじゃん、味噌汁。ね、お茶碗。味噌汁の、そう、お茶碗。お茶碗。味噌汁のお茶碗を買いました。綺麗綺麗ね。ちょっとあの明るめの色で、うん、かわいい。で、小鉢を、まあ、今回いっぱい買いたいっていうことで、これはちょっとかわいらしい。ちょっと、ブツブツが。ブツブツって表現、表現語彙力ないね。うん、ちょっぴり模様がある白の、うん、小皿、うん、お揃いで、うん、これが最初に選んだお蕎麦とかそうめんとかめんつゆとかつけ湯用のお皿、うん、それで緑、マークの緑とこの青で揃いました。で、次が、あ、これは僕が選んです。あ、そうだね。で、こちら、で、こちらがラーメン皿。ちょっと白かこれかずっと悩んでたよね。うん、はい、これも取り分け用のお皿か。で、こちら取り分け用のお皿。こちらも小鉢を買いました。かわいいね。ね、見た目最初それこれどうって言ったらねって言ったけど、最後何でもいいやって時にで、こちらが小鉢買いました。で、こちらのスープ皿、青色のお皿が多いんで今回灰色か、うん、のスープ皿、ミネストローネとかあのコーンスープとかスープ系はこれでちょっと使おうかなって思ってます。で、これからちょっと夏が来るので、涼しげなガラス、こちらガラス食器を買いました。これも小鉢か。うん、小鉢全部買えなんでね。うん、アイスとかあればちょっとヨーグルトとかでもいいと思います。で、これも小鉢、色があるのはこれぐらい。うん、なんか全然こういうのないからこれいいっつって持ってきたやつ。うん、これがこう、平皿のオレンジの、なんかこういう明るい色マジでないんで。うん、なんかこういうのとかね、珍しいよね、買うのは。うん、全部僕が選んで、糖がね、選ぶと暗くなりがち、うん、謎に。で、次が中華系のラーメン皿に合わせて買ったチャーハン皿。そう、なんかね、言ってくれたもんね、店員さんも。これで中華セットできますねって、うん、ラーメン皿とね、同じ感じの。いつもよりちょっと違う。あ、ちょっと違う、なんかちょっと揃えてね。そうそう、あとレンゲがね、黒いやつあるから、黒セット、黒セットで、次が、これはお客さんが来た時に、そう、なんかもうマグカップを増やすのやめようよって何回か言ったんですけど、お客さんよって押し切られました。で、これがちょっとお客さん来たように可愛らしい、花柄、花柄、緑と黄色、うん、こういうね、はい。で、最後は置物、
焼き物。これは僕が選んだ。似とるよね、これ顔。よく見たら。確かに。うわ、同じ人と撮ってんでしょ。あ、違う、マークの顔と似てる。似てねえよ。近づくとあんなに似てるけど。そう。マークじゃん、これ。こちら。フクロウの置物。え、なんかどういう風に世界見えてるの？え？似てない？マークのこれ。知らんわ。しかも、見てる人、僕の顔知らんから。こんな感じです。マークの顔。違います。こんな目を打ってません。じゃあ、チビマークもおるよ。いやいや、どうしてもあんたに似てるからね。これセットでね。あ、そうそう。貯金物。こっちが貯金箱かな。一緒にね、線入ってる。ね、大きい方が貯金箱で、で、こっちは、なんか、何これ。ただ置き物か。このセットでちょっと置こうかなって思って、うんうん、今回買ってきました。点数的に、1、2、3、4。28点。おいくらでした？合計。2万5000円いきました。でもそれで28点だから。そうそうそう。そう思ったら。ラーメン皿とか900円とか。意外と安かったよね。この辺がね、多分安い、ね。あ、そうそうそう。比較的安いよね。栄陶器店さんはね。うん。なんで、ちょっと。手間の価格。ね。で、これ2万5000円分でも結構なボリュームのね、うん、お皿を買えることができました。大満足でございます。皆さんその顔して。疲れた。疲れた。うん、疲れた。ということで、これに乗せるワッフルをね、今日買ってきたんで。これに乗せるワッフル。これにワッフルを乗せて、これからちょっとおやつを食べたいと思います。じゃあ準備お願いします。はい。じゃあ準備しよう。はい。はい、どうぞ。ありがとう。はい、じゃあこちらのお皿、どうぞ。ありがとうございます。それともショコラだね。そう。ショコラ、ショコラ。一ショコラ。はい。で、僕がアーモンドと。で、僕がプレーンで。1個めっちゃ悩んだ、プレーンにするか。いただきまーす。はい、いただきまーす。アーモンドから食べる。味もちょっとショコラと思って。私はプレーンからね。うん。どう？うん、美味しい。どう？下のイラストの右側と確かにあれ。え？下のイラストの右側。お、気にしないよ。何にする？何右側？何が？似とる？わしのお母さんじゃないこれ。お母さんにも似ないこれ。ね。お願いします。え？え？似とるかこれ。考えない。モザイクの代わりにこれあれ顔で顔をこれにして。お願いで。めっちゃショコラ入ってくるね。考えんな。自分で考えんな。ちょっと、いや、こっから見てさ、ちょっと目悪いからさ、うん、ぼにゃに見えてたんや。うん。なかなかのリアルで。リアルよ、この顔。あれだよね。鼻から下が似てるよね。ほうれい線って言いたいの？でもほうれい線ってさ、すごいさ、うん、チャームポイントになるのにさ、うん、みんな消そうとするよね。うん。バカにするじゃん。だってさ、絶対さ、うん、糖の場合さ、うん、遺伝じゃん。遺伝なのかな、これって。遺伝っていうか、その、造形上。母さんにおっぱいあるだよ。いや、違う。でも、え、僕はだって変だと思ってない。バカにするじゃん。チャームポイントやと思ってるから言ってんけど。笑っとるけど。ちゃうちゃう。だって自分さ、ちっちゃい頃からずっとあんのにさ、めっちゃ消そうとしてさ、いろいろしてたやん、一時期。例えば、え、なんかこうだけすごい重点的にクリーム塗ったりとかさ、無印のさ、パックとかさ、
ちなみになんかあの顔に貼るタイプのマスクをしてた時さ、うん、いつもここら辺浮いてたね。ほうれい線とか浮いとったって。そう、ここなんか充電的になりたいっぽかったのに、うん、ここ浮いてたよ。ですぐ人のこの場合にそうです。いやいやとか言おうと思ってなんか言ったらちょっと怒りそうやからさ、もういいやと思う。何を頑張っとんやろうと思った。もうね、見たい目見るでお前。いつも見てるからさ。本当に誰かさんがすねて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 。この鼻合うね。昭和レトロっぽくね。うんうんうん。昭和生まれだし。そうだね。アーモンドなんていいんだろう。うん、うん、おいしい。ミスターワッフルあんま見ないよね。うん、これかしてそうか。見てもう一回見たいやん、わしの顔。違う、わしないよ、もう公認してるやん。お隣にいたのさ、2人のおばあさんだと思ってたけどさ、うん、男の子じゃん。いや、そうであるよ。でもこの左にいるさ、あのおばあちゃんみたいな人さ、うちのおばあちゃんに似てる。あ、うん、幸子。怖いね、でもこの絵。おばあちゃんがさ、頭を抱え持ってさ、うん、ワッフルを食わせようとしてるじゃん。まあ、捉え方次第で。子供の手か、これは。男の子の手がこう、ただ持っとって、うん、おばあちゃんが頭をこう。確かに。ちょっと丸かさんといてよ。おばあちゃんが手をこうやってさ、食べさせようとしてる感じだよ、こうやって。ほら、おばあちゃんが孫に頭を抱えワッフルを食わせようとしてるみたいなと思ったら、この手は孫、お孫、孫のね、頭撫でてるだけだよね、おばあちゃん。おばあちゃんただ頭撫でてるだけみたいだけど、うん、最初さ、ちょっと食べさせようとなんかこう笑いながらこう食わせようとしてるみたいな、なんかちょっと怖いよね。やめなさい。そしてやっぱあの斜めだよね。うん、そう思うだろ。そう思う。だってこう見たときに、おばあちゃんこうやってこうやってなんかこう食わせようとしてるみたいな、なんかね、思うだろ。足が斜めな考えなわけじゃない。ということで本日は今回、うん、まあ、引っ越して、まあ、食器を買い足すぞって意気込んでたやろ、うん、それが叶いましたってことやろ。はい、満足しました。はいはい。あ、そう、なんかさ、食器さ、いろいろ買ったんやからさ、うん、なんかまんべんなく使いたいやん、うん、なんか献立とか作らん。献立そしたら買い物するときも楽じゃない。何曜日は何みたいな感じでさ、どの器を使うのしとったらさ、楽じゃない。じゃあまた献立考えましょう。うん、はい。いただきまーす。うん、おいしい。うん、おいしいね。うん、そうなんだ。うん、うん、おいしい。料理人、うん、何作ってんの。チャーハン。チャーハン。何その液体。醤油。秘伝のソース。美味しそうな匂いがする。お腹すいた。いい感じじゃねえ。ラーメン。いただきます。チャーハン行こう。チャーハンどうじゃろう。うん、美味しい。そう、あんまパラパラじゃないね。玄米だ。うん、美味しい。うん、ごめん、伸びたかな。うん、美味しい。そう、濃い。スープも手作りだもんね。そうよ。フラッシュも作ってた。うん、へえー、
メンマもチャーシューも作った。ボイコリを。おいしい。麺だけね、まあさすがには買ったけど。うん、麺はごめんね。もし。え？おいしいな。うん。スープはもう簡単だけどね。麺はどうやろ麺は。よかったよ。最初も柔らかいじゃん。うん。一回フライパンで焼いてから圧力鍋。うん。このなんかお皿変えたら袋の。うん。袋で合わせてよかったやろ。うん。では、はい、では本日もありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、コメントもお願いします。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。今週のゆりけん。